どうも、塩田合気道マスコットキャラクター、愛ちゃんです。今日もね、マサ先生に、ちょっと一言妄想かなと思って、朝倉みくるさんとの動画、それを見て、一言妄想かと思ってますんで、ちょっと早速行ってみたいと思います。あー、なんか4ドルは、行ったろ。また来ましたね。マサ先生、お疲れ様です。お疲れ様です。いや、今日もね、ちょっと物申させていただこうと思って、ズバリ言っていいですか。はいはい。朝倉未来さんと仲悪いですよね。確信ついてきましたね。朝倉未来さんと仲悪いですよね。いや、仲いいんですよ。結構やっぱその最初の時ってみんなね、僕たちのこと知らないから、はい、いろいろとコメントありましたけども、はいはい、和気あいあいと撮影もさせていただいて、うん、和気あいあいとや、うん、もう会話が噛み合ってなかったからね。あ、動画見せていただきました、うんうん、私なんかね、うん、分かり合ってなかった感じがしたんですよね。あ、見てて、うんうん、その辺に関してどう思われてんのかな、マサ先生はと思って。あ、でも分かんない部分はお互いにやっぱね、違うことを求めてますから、それは合わなくていいとは思います。ただね、朝倉さんのこうおっしゃってることもやっぱ正しいですし、で、まあ、僕が思ってる世界とかもあるってことをお伝えもできたと思います。あ、なるほど。あれはあれでいいってこと？コメントとかでいろいろ書いてあったけども、そんなことは僕たちは思ってない。あ、でもそう思うんだな、視聴者の方。いや、そうなんですよ。そうなんですよ。そのね、マサ先生とかはね、いいよ。もう自分でふむふむ、よくできたなって思ってるかもしれないですけど、これ見てるこっち側としちゃうよ。いや、そのなんかあんましっくりこないなっていう、やっぱそういう感想を持ったんでね、その辺なんか説明してくんないかなと思って。わかりました。朝倉さんは格闘技で、僕は合気道、まあ、はい、もちろんその合わない部分っていうのが結構あると思うので、確かに朝倉さん影響力があって僕はそんなないですから、まあ、ちょっと今日ここで、まあ、説明できたらなと。あ、説明してくれます。説明しましょう。あざっす。着替えてください。着替え着替えいる？いや、もう汗かいてるから。ああ、稽古後でね。稽古後で。ああ、ごめんなさいごめんなさい、なんかすいませんね。じゃあリラックスした私服に、はい、じゃあお願いします、はい、すいませんでした。いえいえ。どうも、塩田です。予備校の教師なんすか？いや、ちょっと待って、これいや、私服これ？いや、私服じゃないですよいやいや、もうなんかレクチャーする気満々の格好で来たから、マサ先生。いやいや、たまたまね、いろんな教室もやってますから、まあ、ちょっとお借りして。あ、そうなんですね、はい、ホワイトボードを使って説明してくれるってことですね。あ、まあ、書くこと2行ぐらいしかないですけどね。あ、そうなんですね、はい、わかりましたわかりました、見ますわ。はい、では説明していきましょうか。そうですね、なんか面白いですね、講義形式みたいな感じで面白いですけど、はい、まあ、端的に伝えていこうかなって。ちなみに僕も格闘技も今やってたりはするんですけども、やっぱやっていて、その格闘技とやっぱ、まあ、武道、特に合気道は、まあ、違うなって、求めてるところが違うなって思います。なるほど。ゴールが違うみたいなことですかね。そうですね。例えば僕は何だろう、まあ、そもそも人を殴れないような体質なのと、うん、なんだろう、その性格ね。そうですね。あ、はい、まあ、人に勝ってあんま承認欲求を得る人間じゃないんですよ。ああ、なるほどなるほど。合気道も、まあ、最初は相手を痛めたり、なんか強い人を崩せたりしたら喜ぶ部分はあると思うけども、うん、まあ、その先ですよね、合気道の求めていることは。おで、まあ、合気道を、はい、格闘技ありますよね。はい、で、合気道は何を求めているか。うん。まあ、格闘技からいこうか。はい。何求めてるんですか。格闘技はなんか、例えば相手に勝つ。ああ、まあ、そうですよね。はい。まあ、相手に勝つために切磋琢磨するんですよ。はい、うん。相手に勝つ。はい。ですね。まあ、そうですね。相手をやっぱ、まあ、絶対試合があって勝負があるんで、はい、まあ、相手に勝つためにいろいろこう鍛えたりとか、うん、まあ、日々成長をしていくっていう過程があるんですけども、はい、じゃあ合気道は何を求めます？合気道もなんか相手に勝つみたいなことじゃないですか？ああ、そう思いがちですよね。はい、でも合気道って技をかける方もかけられる方も変わっていくじゃないですか。あ、それって変わっていくっていう。例えば僕は今技をかけてる動画を載せてますけども、僕は受けを取ったりすることも結構ありますよ。あ、そしたら僕がやられてるって感じになるんですか。まあ、そんな感じもしないですね。うん、
別にだからそれでこう技を受けてる方もやられてるっていう感じはしないし、まあ、相手の成長自分の成長のためにこう喜んで受け取っていますから。なるほど。そうなんですよね。例えばなんか千野先生の動画を見て僕まあひたすらこう投げられてるわけだけども、はい、まあ、喜んでやってるけども、はい、マサ先生大丈夫とかいう心配の声が結構上がるけども、あ、なるほど。そうじゃないですよね。そで相手の、あ、まあ、上手な人だったら、あ、そういうかけ方あんだ、今の良かったな、タイミングあったなとか、あったなっていうことが投げられてるのに、うん、あ、今のあってよかったなみたいな気持ちになると思うんですか。あ、そうです、そうです。そっか、そこもね、全然わかんないですもんね。全然わかんない。でもズブの素人なんで、アイちゃん。あ、そっか、そうですよね。まあね、僕はね、思うにね、はい、あ、僕の合気道は相手を、うん、相手をコントロールすることなんですね。あ、なるほど、なるほど。相手をコントロールするっていうのは、うん、いや、難しいですよね。うん。例えば、人を痛めつけることは簡単なんですよ。どんだけ鍛えてる人もね、はい、うん、言葉悪いですけども、銃で撃ったら死んじゃうわけですから。あ、まあ、確かにですね。うん。鉄砲とかは、には、負けちゃいますもんね。そうですね。うん、で、相手をやっつけたりするのは簡単なんですけども、相手をコントロールすることって難しいんですよ。でも、合気道だと、こう、自分の思ったところにこう、来てくれるんですよ、相手は。へ、それってすごくないですか。いや、それはすごいですね。はい。あの、でも、そうなるためには、はい、難しいね。こっちも日々切磋琢磨されてますけども、はいはい、こっちも日々切磋琢磨しないと、うん、そういうことできないんですよ。こういう風に動いてほしいのになって思っても、全然人ってね、うん、甘くないんですよね。まあ、そりゃそうですよね。動いてくれないし、はいはい、だからそのためには自分を整えなきゃいけないんですよね。まあ、まあ、僕たちの流派で言ったらちゃんとした自分の軸があって、ああ、この下半身の安定とかがないと、ああ、そもそも相手を動かせないし、ああ、で、これまた、ああ、ここね、また愛するところですけども、ああ、対するところですけども、ああ、相手をやっつけようとすると、うん、こっちはやっつけない、やっつける。おー、やっつけようとするとね、はい、相手ね、思うところに動いてくれないんですよ。合気道で相手をやっつけようとすると、うん、思うように動かせないっていう。動かせない。へー。だから、技をかけてる時に、はい、なんか決めてやろうと思ったら、はいはい、それはね、間違ってる。じゃあどうやって勝てるんですか。まあ、歩くんです。あ、出た。何、出たな。まず出たな。自然にそうなるように持っていくんですよね。はぁ。だから、例えばこうね、技をかけるときに手で思いっきり握って手首関節を痛めるってなると、はい、それはね、合ってないんですよ。あー、それは合気道ではない。合気道ではない。あ、まあ、合気道でそういう技あるけども、はい、そうじゃない、自分のこう体をこうと伝えて、はぁ、自分の安定してるので、次の動作も相手そのまま動いてくれる。だからな、そこも多分視聴者の方、思い違いがあって、まあ、だからコメントとかも、うん、ね、まあ、こっち寄りのコメントが多いですね、格闘技寄りの。いや、そうそう、僕も本当にその感じで見てたんで、いや、なんか煮え切らねえことばっかり言うなマサ先生っていう印象でしたね、うん、僕は、ね、朝倉さんとのところはね。まあね、他の動画もね、そんなの顔面パンチで一発じゃんとか、うん、合気道は実践的ではないとかね、言うけども、はいはい、僕ね、より実践的だと思いますよ。なるほど。だって日常も整えていかないと、はい、相手をコントロールするってできないですから。なるほどね、日常でそんなに人と喧嘩しますかと、うん、人をぶん殴ったり、そのぶっ倒したりすることありますかっていうことですよね。そういう感じを道場に持ち込んだらね、技できないから、そこ面白いです。なるほど。うん、で、塩田剛造は、やっぱりこう日常生活で徳を積んでいかないと相手が上手くならないとおっしゃってますし、そのかの有名な初見先生って、はい、初見先生っていうのは、何ですか、武神館っていう道場の、はい、まあ、すごい達人の方なんですけども、海外でもすごい有名で、まあ、その方にとってもやっぱ人を殺すことは簡単なんですよ。おお、そうなんですね。簡単なんです、塩田剛造も多分簡単でしょう、はあ、でも相手をコントロールすることはまあ難しいっていうね、言葉をね、この前僕武神館の人に会ったら、その辰巳先生が直筆で書いたものをこう、はい、いただいたんですよ、はい、そうおっしゃる通りだなと思っていて、はあ、まあ、そういう世界です相手とか。なるほど。まあ、もうその目的がちょっと違うっていうことですかね。そうですね。だからな、勝つっていうことには、まあ最初はそういう気持ちを持って全然いいですけども、なくなっていくのかな。なるほど。やっていくとね、その日々徳を積まないと合気道上手くならないっていう言葉はちょっとすごいっすね。ここがやっぱ技に現れてくるのが合気道かな。こういう違いがあるんですよっていうことなんですね。
そうですね。だからここの違いが朝倉さんとの会話の中で、あれなんか噛み合ってないなみたいな風に感じたのは、まあこういうところかなっていうところですよね。でも僕もね、その格闘技をまあよりですね、知るきっかけにもすごいなったので、また YouTube を続ける、きっかけにもなったから、本当に朝倉さんには感謝していて。ああ、なるほど、なるほど。だからどっちがいい、どっちが悪いっていうことじゃねえっていう感じですかね。わかりました。はい。まあ、それをね、技でね、説明していきますよ。あ、本当っすか？はい。いやー、コントロールされないと思うな、僕は。そんな。やっていきましょう。まあ、格闘技は相手を倒すもの。はいはい。で、合気道はコントロールするものって言ってたんですけども。はい、言ってましたね。まあ、言葉で言えばそうですけども、まあ、実際技とかだとどうなるかっていう。いや、本当はね、だから、もうコントロールしてもらおうじゃねえのっていう。はい。そんなテンションで来てますよ。例えば僕もね、格闘技もね、やってるんですよ。あ、なるほど。そう、朝倉さんとお会いしてから、格闘技もちょっとやるようになって、今はプライベートでこうやっていて、ほうほうほう、まあね、相手の気持ちもやっぱわからないといけないですから、ほうほうほう、まあ、例えば、これね、ミット、ミットですよね、ボクシングの。例えば正面、こう、まあパンチでいきましょうか。はい。じゃあパンチをする、こう来ますよね。はい。こう来ますよね。はい、はい。で、やっぱり格闘技だとこう、こう、パンチを打つんですよ。はい。すごいっすね。マサ先生、パンチも強いっすね。パンチね、まあ、だいぶ強くなりましたね。へぇー。まあ、相手の体ができていたら。あ、なるほどね。で、やっぱりまあ、相手に勝つために、こう、はい、やっぱ攻撃を仕掛けるんですけども、はい、合気道はコントロールするっていうのは、はい、まあ、このパンチをですね、はい、こう来て、だからゆっくりね、相手が期待を見て、ね、こう、来たくなったでしょ、ここに。はいはい。そうっすね。何そ、ど、な、すげえなぁ、うん、確かにコントロールされてる感じがするんすよね。はい、倒れたくないっすもん。倒れたくないけど倒れてるんすよね。そうですよね。何なんすかね、本当に、うん、自分が来てほしいところに相手が来てくれるんですよ。はあ、でそのためにはでも自分を整えなくちゃいけなくて、はあ、でまた相手をやっつけようと思っちゃいけないので、はあ、まあ、そういった意味でも格闘技とはちょっと真逆というか、はあ、格闘技はやっぱり相手をやっつけようと思わないと、はい、ちょっと強くなっていかない、はい、朝倉さんみたいにやっぱそういう気持ちをお持ちだから、はい、やっぱあの方はすごい強く、ね、なってますけども、はい、合気道の場合は逆にそういうことをしたらコントロールはできないんですよね。合気道は対決じゃない。そうですね。はあ、まあ試合もないですからね。ああ、試合ないんですね、合気道。あ、そうです、そうです。へえ。だからコントロールっていうとね、今日ね、ちょうどお昼にやった稽古、ちょっととりあえず強く2つで持ってる。はい、ね、持ちますよね。はい、だから、こうやってグーっていったら力の比べになっちゃうけども、上げて、落としますよね。で、相手こっち来てもらって、こう投げる。ね、コントロールされちゃってるでしょ。いやー、マジでなー。これ本当に嘘じゃねえからなー。なんだろうな。でも難しいですよ。人を殺すのは簡単だけども、ね、いくら筋肉を鍛えても、バクッと投げちゃえば死にますし、確かにね、まあ、先ほども言ったように、塩田権三初見先生は、人を殺すのことはやっぱ簡単なんですよ。はあはあはあ、でも、人をコントロールすることは、まあ、難しいって言うんですよね。はあ、だからそこを求めていくのがやっぱ合気道で、はいはいはい、だから、まあ、例えばね、打撃とか入れてしまうと、うん、本当に倒すとか、そういった世界になって、基本男性しかやっぱできなくなってしまうんですけども、はあはあ、まあ、コントロールをするっていうことが目的ですから、はい、女性も。うれーい！うれーい！ああ！ねえ。くそー！いいち、思った通りに来てくれるわけですよ。話長いと思って殴りかかりに行ったら、くそあ、そうです。すいません、長くなっちゃいました。どこだここちょっともう分かんなくなった。あ、そうですね。あ、まあ、だいぶ違うんじゃないですかね。ね、40過ぎた方、50、60になっても合気道できますから。また女性もいいね、入り身ね。あー、なるほど。まあ、話さない方がいいかな。いや、ごめんなさい。いや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 。まあ、そういうことですね。でも、不思議じゃないですか、なんか、ね、今、60の
人と20代の強い若者も組んでるし、はい、そうっすね、で女性とまた男性がこう強い男性とかね、ね、組んで一緒に稽古できるって素晴らしいと僕は思ってますけど、はい、いやめちゃくちゃ素晴らしいですよ。うわーいこれぐらいにしときましょう。どうしましょうか。ということで、うん、格闘技と合気道は、まあ、ちょっとこう別物だよっていうことでしたね。両方とも良さがあって両方ともいい、ね、まあ、自分に合ったものをお選びください。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。